はいということであの水産業界でまああの漁業のこれからについてもお話していきたいんですけどこれ水産業で今注目のこれスタートアップが続々出てきていますこれをどう見ているかをですねあのお伺いしていきたいかなと思いますウニのミックスとかですねサーモンの陸上養殖のお話ですとかそうですねいろいろとあの起、うん、きしてすごいなと思うんですけど、うんうん、自分立場的にはその。 天然の方天然の海を守って天然をっていうことを会社としてやってるのも,、はい、もう実際あるのもあってやっぱり養殖をじゃあ盛んにしようと、うん、天然物がなくなっても養殖が下が、まあその、うん、完全養殖があればいいじゃないかってしてるんですけどだから、うん、あの麦やトウモロコシで魚が大きくなるんなら、うん、これ巨大な産業になると思うんですけど、うん、例えばマグロでいうとマグロ1キロ太らせるのに。 要はサバが20キロんですよ。うん、20から多分だから僕はあのそこはもちろん絶対やっぱサステナブルで、はい、そこのその餌までちゃんと回していかなきゃいけないと思ってるし、はい、僕は養殖でないとできないことをやるべきだと思うんですよね。はいうん、だから例えば牡蠣のその陸上養殖って僕はすごくそのいいと思うんですね。はい、なぜかっていうと、うん、牡蠣ってとにかく何でも。 飲み込んじゃうんですね。うん、すすねだから、東京湾とか今牡蠣を養殖してるんですよ。で、綺麗になるってこと。ですかそう、水質を浄化させるために、ね、牡蠣を、あの、違いをこう、放流して。はい あの浄化させてたりとかするんで、うん、つまりノロウイルスとかを全部取っちゃう,、うん、取っちゃうんですよねそうだからあの当たるんですよ、うん、だけど陸上養殖したら当たらないカキは作れますよ、ねはい、例えば、うん、あとさっきのウイノミクスもそうですけど、はい、あれは餌あれなんですよあの、うん、昆布のカスなんですよね 今度こう加工したきにい、はいはい、それをそれを使ったサステナブルな餌を使ってたりとか、はいうん、あとその近代マグロのところでや近、ねはい、最近やってるのでクエタマっていうのを作ってるんですけど、はい、あのクエって高級魚じゃないですか、はいはい、でもあれ大きくなるのに、ね、78年かかるんですね。はいうん だけどタマカイっていうクエと同じ蚊の魚がいるんですけどこいつは23年で大きくなるんで、うん、このクエとタマカイを、えー、掛け合わせてクエタマという金体が作ったんですけど、うん、これはだからクエの美味ししさを維持しながら早く育つこれも自然界ではできない話なんで、うん、そ,のそういったものっていうのは僕はありなのかなと思ってるし。うんうん 養殖ならではのっていうのはありなのかな。はい、だから、フグなんかも、本当は完全養殖したら、肝も食べられるわけじゃないですか。はいはい、あれも食物連鎖で、テトロドキシンっていう毒は作られていくんで、原料になる。海藻を食べないと、毒はできないんですよね。 確かにそういう養殖だからこそできる養殖ならではのものであれば、僕はありなのかなと思いますね。はい。おっしゃる通りだから。ノムさんあのでも近代マグロに関してはなんか課題もあるみたいなお話をされてた。そうですね。あの今実際に近代マグロうちもトヨタ通商さんというあのとてもあの2010年ぐらい近代と組んで、うちもトヨタ通商と付き合うんで近代マグロも出来上がったやつは買ってるんですけど、やっぱその首尾 うん、近代が作った小まぐろはやっぱり弱いのでっていうので天然種苗の方がやっぱ強いみたいで,でちょうど大体ああいうまぐろの養殖の種苗って大体91011月ぐらいのこの、うん、晩秋から初冬にかけてあ生け入れするんですけど、うんうん、前三重の伊勢湾の方の漁協の生けなんかも入れたら。うんうん 水温が2度下がったら次の日行ったら2000匹全部死んでたと。はい、やっぱりあのー、荒海で自然に育ってきたものと。 おちゃんだから養殖業者が買い入れしないのでなかなか完全養殖のマグロの種苗というのが今流通してないとですよね実際実装する段階でそういう課題もあるっていうそうですねだいぶ改善されたみたいではいぶ流通して広いですからね。結局その資源のサスタビリティって漁獲制限をすれば実は解決する問題なんでですすよぐすよね。 本当にはい、うん、あとこれ野本さんのインスタからこれも非常にあの興味深いえものを引用させていただきました、はい、これシラスが大不良ということで,そうですねこれキロ単価先ほどね数十円で売ったみたいな話だったんですけど、はい、これ5800円うそうですねこれはその大手量販店さんですね鮮魚量販店の価格で 100g580 円とことはキロで5800円な、うん、ん,んですよ。 このシラスはとにかく取りすぎですと、うんはい、まず産卵する前のちっちゃい魚じゃないですか、うん、取れば減るのは当たり前で、うん、そ,のその代わり禁煙期間静岡だり神奈川だりみんなあるんですけど、うん、ないところもあるんですよ。年間創業しててるところもあって、うんうんはい それは減るでしょうと、うん、例えば10年後スシローのシラス軍艦が2艦乗った一皿が2,000円になるっていわれてるんですよ。はい、はあこのまま, <laughs> このま,まいくと、えー、シラス食えねえじゃんと、えー、それぐらいのところまで来てるのに、うん、相変わらず何も手を打たない日本の水産ちょっと一言言わさせていただいてますけどい放題や早い者勝ちがこの国の国ルルールなんですよ太、うん、平洋クロマグロ以外、うん、のアジサバイワシスルメイカサンマとかこういう。 あとスケトウダラとかっていう対象魚種七種に関してはタックが機能タック漁獲枠が機能してないんです。なね。事実上取り放題なのでもう早く漁場に行って早く取ってちっちゃいのを全部取ってきてで努力それをでやってれば減るのは当たり前な。んですチラスウナギももう今ひどい状況で今一キロ二百五十万ですからね。でいけで二百五十万で一時期二千十八年とか三百万まで上がったんですけど。 今年も今250万ぐらいで動いててで受け入れするのに今年は15トンぐらい受け入れがあってうち3分の1は出どころ不明なんですよ密漁そうなんですよで半分3分の1は輸入物はいはいとこれね「ひそかにあされ」て漫画があって僕もび書いたりとかしてるんですけどまさにその世界です ヤクザが、はい、その密漁組織を作って、やらせてる。なんか今若い、その薬剤さんたちが、若い子たちが、食わせるの昔はパチンコだんだんあったらしいんですけど。そのしのぎがなくなっちゃったんで、密漁を中心にやってるところが結構多くてですね。特に地方の地方の方ですね。で実際の組合員ですね、漁協の組合員という、まあ漁師の組合員の中にも。その巡航船みたいな方もいらっしゃって、その指南してやり方をとか。あと取り方を教えるわけです。ねそうなんですよ。 海上保安庁の人たちと酒飲んだんですけどその時に保安庁の人は最近さ最近というか高0年だけど118番まあ119番の漁業版ですよね増えててとで夜中の2時か3時頃に友達が海で溺れたとか友達が潜ったもん上がってこないと海水浴やってますって「な何かねえだろ密漁だろ」っていう。やっぱりそうういこと世界の人たちも あの死にそうになったらちゃんと会長本庁に電話するっていう感じなんですけどって <laughs> 友達がね上がってこないんですってこれつまりアワビナマコがこれ非常に貝類が増えてるっていうのはそういうことだと思うんですけども、はい、これやっぱり中国への。 日本でもそうだけど日本でほらよく海岸沿いとかで売ったりとかしてるとこあるじゃないですか。これはもう買い取る業者もいましてですねで水産庁の方で2年前からかな全部履歴を追って伝票採イロと2年間伝票を保有してっていうのをやってるんですけどそれもうまく機能してないっつっちゃしてないですねやってない仲買もいっぱいいますし。例えばでですよ三重れたアワビ 和歌山で取れたアビー、千葉で取れたアビー、水水槽が一個しかない。はい。仲買は全部入れちゃうじゃないですか。みんな動いちゃう、どう、なんだ、何だか分かんない。はね。せめて伝票だけはキープしとけって言うんですけど。それに何の意味があるのかと、手間がかかるだけで。はい。もう家の時どんどん弱っちゃうし。だから実際はなかなか機能してないっていうのと、あと今法律で。三つが見つかっ、まあ、三つ路はですね。まあ、三年以下の懲役か、三千万以下の罰金って一気にこう。 刑が重くなったんですけど、まあこれやってる人たちで話を聞くと、もう全然その3000万払ってもあのこ密漏した方が儲かるよって言ってるんですよ。捕まってもやると、捕まってもやると、ういたちごっこですね。まあそれでしか稼げない人たちもいるんでそうなんですよね。まあ防態法強化されて、ヤクザのしのぎがすごい減減ってまする減っているのもありますし。 あと漁漁業者そのものもが密しててますからね枯れ網張ってる、まあ、例えば知り合いですけど函館でカレー網のくせに夜中出て,て、はい、まて逮捕されてたんですけど、うん、そしたら毛ガニが20 200杯積んであったっはい、はい、たまたまカレー網にかかっただけですとか言い訳してるんですけど、うんうん、でそれでり揺れた船で200杯ちゃんと全部網から外して <laughs> どんだけお前手慣れてんだよって話なんですけど現行犯逮捕で40日間入ってましたね。 ちなみにその漁業権が厳しいから密漁がなくならないみたいなそういうような意見もあるんですけど、その辺の関係性ってどうなんですか？漁業権が厳しいというのはどういう新規参入とか<ー>、ね、新規参入は本当にダメですよ <laughs> もう今日、うん、親から子にしか告げないんですよ、うん、共同漁業権その漁協が管理してるやつ、はい、まあ大臣許可とかそう検知事許可になるともっとあの厳しいので、うん、一般のあの漁業権でも新規参入はそう簡単に、ね、ただ今 まあいろんな漁師ドジョットの漁師ドット J P かそういうのとかあの新規で募集してで一応新しい漁師さん詰めて勉強させてで年間八十日以上水見げしたら準組合にしてあげるとかっていうのは漁協によってはそういうの出てきてるのでああでもねそれよりも人材不足の方が深刻な深刻なんじゃないですかめちゃくちゃ人材不足確かにそれでなんか高齢化とか言われて漁師さんにもしづらかったらもう 行かないですもんねやっぱりもう親父がもう高齢で,、うん、でその自分の息子が漁師にさせるかって言っても、うん、息子はとっくに大学行かせて、うん、サラリーマンになってる中タ層いなのいで結構、ねはい、若い子でも結構、ま、巻き網とかの乗り組みにいるんですけど、うん、当時っていうか今から2二3 0年前にその漁師がまあまあだんだんちょっと儲かなくなってきて、うん、その時にやっぱり息子大学に親は。うん 今だって平均のねあれですよあの漁師の,あの年金漁師まで入れたら190万ぐらいなんですよ年収、うん、新卒の代サラリーマンの安いんですねそれで荒れた海しけた海に命かけて出てくる子いないじゃないですかそんな状況なんですよでもこの間この間もう3年ぐらい前ですけど<ー>和歌山の漁師から電話か来てきて、うん、野本さん俺船売ったんだよな、ね、えなんで?」っつったら売らないと息子ついちゃうからっていう。 で息子は親父の姿見て子どもの頃から憧れてていつか漁師に行って儲かんなくてもいいからって言ってたのに苦労させたくないからと親父おや船をぶっちゃったんです、ね、ん息子、まあ、泣いてましたけどね。うわ,わ, <laughs> かわいそ,うに <laughs> それぐらい切羽詰まってるです。末端の漁業者は。 まあだから資源管理ですよ、ね。資源管理ですよ。すね、資源管理。資源管理すれば。資源管理したら、やっぱどんどん魚の美味しい、こう太った魚とかが高く売れるから、儲かるってことなんですか。そうです。大きな魚であったり、そのしっかり資源管理して、次の世代を残した。うん、あの親を取っていけば、本当に海の資源って。素晴らしい定期預金みたいなもんで、利息だけで食っていけんですよ。その時は。 なので今がい元本食い潰してる状況なんで<う>、で子供までみんな持てっちゃう？赤ちゃんまで <laughs>、はい。だ置いてけぼ一万円んで。年間にはすぐ復活する、ね。いや二三年三万も多分二年。 ほっといたら戻りますよ安さ3万がすごい値段で売って業者さんが大変だっていうのはちょっとよ健全じゃないですもんねいや本当ですね。資源管理だけですよねもともと安すぎんですよ3万ペットボトルの水が130円するのになんで3万100円なんですかあんな美味しいペットボトルの水でご飯食えないじゃないですかそう、3万が300円400円してちゃんと資源管理して大きい3万取ってきてちゃんと適正値で

はい、というあっという間のお時間だったんですけど、神谷さんあの、今日、いかがでした。いや、正直漁業のこと全然知らなかったので、面白かったですね。あと、あの帰りに、羽田市場をやって帰ろうと。ありがとうございます。ありがとうございます。野本さん、本日はいかがだったでしょうか。いや、すごく面白かったですね。堀江さんのツッコミどころが素晴らしいし。やっぱ知識力豊富なんで、すごいです。また。はい。これ堀江さんの、さ、先ほどふるさと納税の展開のお話もありました。あの、弁当、あの、ご商談のお時間いただいて、いかがでした。 いやー、ありがとうございます。<laughs> ちょっとこの飯で僕にながらちょっとうございます。<laughs> はい、それでは本日はありがとうございました。ありがとうございました。<laughs>